もやもやさん、ライブに向けて年齢のせいかなかなか楽譜が覚えれません。森谷先生はどうやって楽譜を覚えてますか？良い練習方法があれば教えてください。ね、楽譜は、覚えなくていいと思います。僕もね、譜面をもし覚えるってなると、非常に難しいというか、そうなんですよ。で、なんでしょう。譜面に書かれてあることを、そのままそっくりそのままやろうとすると、やっぱりね、これって小説を、一から、なんでしょう、一字一句間違えずに覚えてるようなもんなので、っていうよりも、ある程度小説の内容は覚えといて、ざっくりこんな感じだよねっていうストーリーを、覚えてたら、内容がそんなにちょっと違うくても、その内容は喋れたりするじゃないですか。なので、楽譜に書かれてあることも、一字一句間違えずに叩くんじゃなくて、ここはこういう内容やなっていうことを自分なりにざっくり把握しといて、で、多少のその内容が違っても、意味がちゃんとこれやったら伝えれるやろうなっていうことを、表現できたらいいと思うんですね。なので、譜面を覚えて、一字一句間違えずに覚えて叩くっていうことよりも、内容をちゃんと頭に入れて、この曲はこういう雰囲気やな、みたいな。この曲はこういう雰囲気で、ここでブレイクがある。あるから、まあ、ここで止まってこういうアプローチをしたらいいんやろなっていう、なんかそういう内容を覚えて、で、それを表現するっていう意識でいけれたらいいと思うので、なんで、譜面を一字一句間違えずに覚えようって思うと、覚えれないっていうことは、思っといてもらえるといいかもしれませんね。僕もそれでは絶対に覚えれないんで、なので、雰囲気を、掴んでもらうって、多少間違っても、ドラムはそんなに、大変なことにならないので、はい、それで試してもらうといいんじゃないかなと思いますがね。